僕の名前は工藤明。そこら辺に転がっていても気づかれないほど平平凡凡な男子高校生だ。人生平均点を目指す。そんな僕のクラスには、学校で一番の陰キャで地味な女の子がいる。それが彼女、クゼアイラさんだ。クゼさんは影が薄く、みんなからはジミ子と呼ばれている。その雰囲気のせいで、クラスでも浮いた存在となり、ぼっちを極めていた。なーい、ジミ子、今日も湿っぽいな。そんなジメジメしてたらそのうちキノコが生えちまうぜ。彼女に絡みに行っているのは、ヤバすぎチャラオくん。陽キャでクラスの中心人物だ。彼は陰キャが嫌いなのか、頻繁にクゼさんのことをからかいに行っている。ねえ、ヤバすぎくん。あんまりそうやって人のことを言うのは良くないんじゃ。は？何お前、冴えない陰キャがしゃしゃるなよ。いや、僕はただ。なあ、わかったわかった。だが、毎回毎回マジでだりよ。クゼさん、大丈夫？ヤバすぎくんのこと気にしなくていいからね。うん、もう慣れた。それに、弱い犬の遠吠えは気にしてないから。意外と辛辣。でも、いつも助けてくれてありがとう。これくらい当然だから、気にしないで。その日の休憩時間。話せばいい子なんだけどな、クゼさん。もっとクラスのみんなと話したらいいのに。うっしょ。あそこにいるのは、クゼさん？クゼさん、大丈夫？運ぶのを手伝うよ。ありがとう、工藤くん。あなたは本当に優しいね。私に優しくするのは君だけだよ。困った時はお互い様だよ。ねえ、どうしてこんなに優しくするの？優しくするのに理由っているのかな？困ってたら助ける。ただ、それだけじゃない。変な人。そうかな。そんな会話をした数日後、クゼさんが学校を休んだ。クゼさんどうしたんだろう？けど、ちょっといいか？あ、はい、どうしました？お前、クゼと仲がいいよな。お前とよく話してるところ見かけるし。まあ。それでちょっと頼みがあるんだ。この配布物をクゼに届けてくれ。大事なものだから今日中に渡してほしいんだ。わかりました。悪いな、頼んだぞ。そして放課後、僕は彼女の家の前に来ていた。留守なのかな？いつまでもここで待つわけにもいかないし、これはポストにでも入れておこう。うわ、すごい音。これってバイクだよね。ここのマンションの人が帰ってきたのかな？とりあえず僕も帰ろうかな。そう思ったのだが。うわぁ、不良だ！しかもこの赤い髪にポニーテール！レッドドラゴンの総長だ！レッドドラゴン。それは地元の不良の女の子たちが集うレディース。その頂点に立つのが赤いポニーテールの女性で、今僕の目の前にいる彼女だ。やんちゃな女子はみんな彼女に従うと言われている。けれど、謎多き人で、あまり多くのことは知られていない。なんでこんなところに？邪魔なんだけど。ごめんなさい！どけて、そこ私の家。はい。で、そこってクゼさんの家だよね。なんでレッドドラゴンの人が。もしかして君は、クゼさん？本当にクゼさんなの？そこはさ、普通見なかったことにしない？だって。でもまあ、バレたら仕方ないか。えい。ねえ、私がレッドドラゴンの総長だって学校でバレたら困るんだ。なんでかわかる？わからないです。じゃあ、教えてあげる。めんどくさいからだよ。詮索も喧嘩も何もされたくないし、したくもない。学校生活は平平凡凡に過ごしたいの。だから、君がバラしたりしないかしばらく見張らせてもらうから。見張り？そんな僕、言いふらしたりなんて。そんなのいくらでも言えるでしょう。秘密を知った責任、取ってね。それは。わかった？はい。こうして、僕はクゼさんに見張られることになった。でも、見張るって何するんだろう。僕は本当にバラしたりしないんだけどな。そんな風に思いながらいつも通り過ごしていると気づけば放課後になっていた。クゼさんからは特に何かされるわけでもなく、いつもと変わらない日常だった。見張るっていうのは冗談だったのかな。
誰にも何も言わなかったんだ。クゼさん、見てたの？ええ、もちろん。見張るって言ってたでしょ。冗談じゃなかったんだ。それにしても、あなた本当に優しいんだね。今日だけで人助け両手以上してた。そんなにしてたかな。無意識？なのかも。まあいいや。ところで今日誰かと帰る予定ある？特にないけど。じゃあ一緒に帰ろう。見張りは最後までしっかりしないと。ね。よろしくね。こうして一緒にクゼさんと帰ることに。それ自体は別に良かったんだけど、数十分後、まさかいきなり降ってくるなんてね。こういう時に限って折りたたみ傘も持ってないのよね。ああ、すごく濡れちゃった。土砂降りとかやめてほしいよ。そうだね。雨止むまで待つ。それとも走って帰る？でも、クゼさんの家、ここからまだ遠いよね。まあ、もうちょっとかかっちゃうね。なら、僕の家来ない。ここからすぐなんだ。このままだと風邪ひくかもしれないし。確かに、それもそうだね。じゃあ、お邪魔しようかな。そして、一旦僕の家へと避難することに。ただ、しばらく経っても雨は止まなかった。困ったな。父さんも母さんも仕事で遅くなるから車とか頼めないし。工藤くん、お風呂ありがとう。あと、服も貸してくれて助かった。なあ、うん。乾くまでは悪いけど僕のそれで我慢。どうしたの？いや、なんでもないよ。やばいやばい、うっかり枯れシャツみたいになっちゃった。ものすごく怖いけど。迷惑かけちゃったね。そんなことないよ。服が乾いたら傘貸すから送っていくね。ねえ、どうしてそこまで人に優しくできるの？理由はないって言ったけど、本当に？理由っていうか、大切にしてる言葉ならあるよ。大切にしてる言葉？祖父にさ、困ってる人がいたら助けてあげなさいって教わったんだ。僕はおじいちゃんが好きだから、その言葉を大事にしてるんだよね。一緒だ。え、一緒ってどういう意味？私の話、聞いてくれる？クゼさんはそう言って、ゆっくりと話してくれた。私も両親に困ってる人は助けろって言われて育ったの。だから困っている女の子たちを助けていくうちに気づけばみんなに慕われた。それだけなら良かったんだけど、知らないうちにチームみたいなのが出来上がってた。助けた子はやんちゃな子が多いの。だからこのままだと統率が取れないと危険だなと思ったんだ。それで私は今レッドドラゴンの総長をやってるの。そんなことが。すごい！クゼさんってとっても優しい人なんだね。だって、守った子たちのために総長をやってずっと守り続けてるじゃないか。こんなに立派で優しい人、僕は他に知らないよ。そんな風に言われたのは、初めてだよ。ありがとう、工藤くん。話が終わった頃には雨が上がっていたので、僕はクゼさんを送っていった。こうして、僕がクゼさんに見張られる日々が続いた。常に一緒にいるわけじゃなくて、ふとした時にクゼさんから話しかけてきたり、たまに一緒に帰ったり、お昼を食べたり、同じ時間を過ごすことが増えていった。静かで奇妙な関係だけど、それがすごく心地よくて、僕はだんだん彼女に惹かれていった。次第にお互いの距離が近くなり、一緒に遊ぶようにもなった。そんなある日、彼女の家で遊んだ後、クゼさんは集会へ、僕は家に帰ろうとしていたのだが、どうしたの？クゼさん、キョロキョロして。最近妙な視線を感じるんだよね。妙な視線？うん、人の視線。もしかしたらチームを潰して一声あげようとしている奴らかも。危ないから一人で出歩いちゃダメだよ。大丈夫、私強いから。それでもだよ。だってクゼさんは女の子なんだよ。強いっていうのはわかってるけど、もっと自分を大事にして。わかった。気をつけるよ。でも、そんな風に言われると、なんか告白されたみたい。は、いや、それは。冗談だよ、冗談。工藤くんはからかいがいがあるな。僕だって男なんだよ。あんまりからかってると狼になるかもしれないよ。クゼさんはもっと自分が可愛い女性だっていう自覚持って。僕何やってんだよ。こ
ごめん、クゼさん、僕。そうか。じゃあ、狼になったら、責任取れよ。え？私にそんな風に言うやつ、初めてだからな。いや、さっきのは勢いというか、なんというか。だから冗談だよ。本当に可愛いやつ。もう、クゼさん。そんなことがあった数日後、問題が発生した。その日も僕は彼女と一緒に帰ろうとしたのだが、クゼさん大丈夫かな？こんな日に限って先生に呼び出されるんだもんな。心配だし、先に帰ってなきゃいいけど。ねえねえ、あれ大丈夫かな？先生に言いに行った方がいい？やばすぎくん、クゼさんに何するつもりなんだろう？校舎裏とかやばくない？クゼさん大丈夫かな？クゼさんとヤバスギくんが校舎裏に二人で何しに行ったんだろう。なんでか嫌な予感がする。俺さ、見ちゃったんだよね。お前の家からレッドドラゴンの総長が出てきてんの。お前と総長同一人物だろ。だから何？総長だからって問題あるの？ジミコが総長だなんて、バラされたら困るんじゃねえの？ヤバスギくん、何が目的なんだ？工藤くん。お前、なんでここに？クゼさんを探してたんだ。それよりヤバスギくん、そんな風に脅すなんて最低だよ。クゼさんはただ平和に学校生活を送りたいだけなのに、こんな真似するなんて。クゼさんの、僕の大事な人の平和を乱すなんて許さない。陰キャのお前に何ができるんだよ。わからないけど、それでも僕は彼女を守りたいんだ。クドくん。そうかよ、だったら何ができるか見せてもらおうじゃねえか。まさかお前も弟子志望だとは思わなかったけどな。ん？あ、はい？なんだよ。あ、待て、弟子志望って、何のこと？お前もレッドドラゴン総長の弟子になりたくて割って入ってきたんだろ？待て、理解が追いつかない。君はその写真を使って悪いことをしようって言うんじゃ。は？写真は本人確認のために使っただけで悪用なんてするわけねえだろ。だって俺はレッドドラゴン総長に憧れてるんだからな。え？というわけで、レッドドラゴン総長、俺を弟子にしてください。ヤバスギくん曰く、彼はレッドドラゴン総長が多勢に無勢の喧嘩をしているところを偶然目撃、その瞬間に男惚れしてしまい、弟子にしてほしいと思ったが、素性がわからなかった。それでも諦めきれずに調べまくり、ようやく本人を突き止め、お願いするために呼び出したとのことらしい。まさかあなたがレッドドラゴン総長とは知らずに、今までいろいろからかってごめんなさい。今後態度を改めます。だからお願いします。俺を弟子にしてください。ちょっと持ち帰って考えるわ。わかりました。明日にでも返事待ってますからね。明日は無理だからって、人の話も聞かないで行っちゃった。まさかすぎてびっくりしちゃったね。こんなことってあるのね。びっくりしすぎて忘れかけてたけど、大事な人って何？それはその、私あなたの大切な人なの？実はその、はい、一緒に過ごすうちに好きになっちゃいました。嬉しい。だって私もあなたのことが好きだもん。そうなの？陰キャなジミコだって言われてる私に優しくしてくれたのは工藤くんだけ。人に優しくするのは簡単じゃない。それなのにあなたはいつも私を気にかけてくれた。それがとても嬉しかったの。クゼさん。工藤くん、私もあなたが好き。大好き。私の恋人になってくれる？もちろんだよ。こうして思いを伝え合った僕たちは恋人同士になった。だからといって何かが変わるわけではない。クゼさんは今日も静かに学校生活を過ごしている。けれど少し変わったことがある。それはヤバスギくんが弟子になるためにクゼさんに必死にアプローチをしていることだ。おまけにクゼさんと付き合っている僕もなぜか尊敬してくれている。彼曰く姉さんに認められたすごい男なんだとか。今日も習慣に迎えに来てくれてありがとう。いいよ。強いって言ってもアイラさんは女の子なんだから。っていうか今日もすごかったね、ヤバスギくん。なんか勘違いで僕まですごい人扱いになってるし。何言ってるの？アキラくんはすごい男だよ。だって
レッドドラゴン総長の私を惚れさせたんだからね。クゼさん、私を惚れさせた責任しっかり取ってね。はい。